皆さんこんにちは。お掃除で幸せな奇跡を起こす開運お掃除コンサルタント姫川律です。今日は霊能者のタイゼント先生にお話を伺います。タイ先生よろしくお願いします。はい、タイゼントです。よろしくお願いいたします。今日は念力ということについてお伺いしたいんですけれども、はい、タイ先生はよく、念力が、弱いですねとか、はい、念力が足りないとかいうふうにおっしゃいますけれど、はい、まず念力って何ですかね。念力って漢字で書くと念ずる力、思いですよね、思いの力、はいはい、例えば、腹渡に繰り返るとか、例えば顔で笑ってるけど心で怒っている人とかって目に出ないです。雰囲気とかに出るじゃないですか、はい、なんかいいよとか言いながら奥さんがちょっとね旦那様に対してこう目でお前そろそろいい加減にしろよとか雰囲気があってあるじゃないですか、はい、で、周りは気づかなくても旦那さんが気づいたりするじゃないですか、っていうのと一緒でこう体から目に見えないこう周波数みたいなのが出るんですよ、ね、なんかオーラが出るみたいな、ね、人間って喜怒哀楽は必ず出るんですよ、はい、だから嬉しそうな人って何もしてなくてもなんかワクワクしてたりとか、いろんなこう雰囲気みたいな感じが出るわけですよ、はい、ますね、はい、でこれが目に見えない力の念ずる力の一つなんです、はいはい、でやっぱりこう例えば勉強している人とか受験のね、これからのまた来年の方もあるでしょうけど、そういう方っていうのはやっぱり黙々とこう勉強することによって、受かりたい受かりたいっていうこう一心が体から周波数が出てくるんですよね。こうオーラになってくるんですよ、はいはい、だからその念じる力が強いか弱いかでやっぱりこうマグネットなんですよ、オーラって。あー、はいはい、こういろんなものをマグネットのように引き寄せていくので、その引き寄せる S 極、はい、向こうが N 極ならこっちが S 極を持っとかないと N 極はね引っ張られないので、はい、その念じる力によってオーラが形成されて、はい、そのオーラによっていろんなものを引き寄せていくんです。なるほど。そうすると、いわゆるこのよく言われる引き寄せの力っていうのがイコール、念力みたいな感じになりますね。なります。はい、そうするとそれが強い人弱い人っていうのはいる、いますね。いるんですか。で、はい、例えば姫川さんもあると思うんですけれども、今日は調子が悪い、はい、めちゃくちゃ今日は調子がいいってないです。あります、あります。で、体の調子が悪いと念の力って弱いんですよ。確かに。あ、それありますね。あると思うんですよ、ね、エネルギー出ないです、ね、出ないと思うんですよ、もちろんお腹空いてたらとか、もちろんね、体調不良だったらって、いろんな肉体的に関わる負は、負荷は念力を弱めるんです。あ、そこはイコールになっている。イコールになるんです。例えば、頭痛かったらちょっとごめん、もう今頭痛いからちょっと後にしてくれないとか、はいはい、だから、アンテナが立たないんですよ。あ、はいはいはい、なので体調不良もまた念力を弱めたりとか。あ、なるほど。そうなんです。で、あとは心の悩み、なんか常に暴行、いろんなことを悩んでてる、例えば恋愛だったら恋愛でもいいです、もちろん親だったら親でもいいんですけど、ずっとそればっかりにね、日常生活吹けるぐらい悩んでると念力が弱くなるんですよ。あ、そうかそうか、はい。体の不調、心の不調は念力を弱めるということですね。そうなんです。逆に心の好調だったりとか、肉体的に好調っていうプラスの力が働いていると念力は立つんですけれど、はい、なるほど。そうなんです。だから念力を立てようと思ったら、何でも思ってればいいわけではなく、はい、体も整え心も整えてしないと念力が出ないんですよね、なるほど。じゃあ頭でばっかりこう念力じゃ念力じゃって言ってる、このベースのところがしっかりしてないとダメなんです。そのアンテナは立たない、立たないんですよ、ね、だから念力を出すためにも日常の努力、思い、体のね、もちろん整える心を整えるなど、あと環境を整えるですよね、だから整えることがあって初めて念力が出るので。おお、はいはい。だから片手間に出すようなものでもないんですよ。そうか。じゃあなんかこうスプーン曲げるぞおりゃーっていうこのガガガだけではなくて、はいはい、そこに環境作りが大事なんですよね。なるほどですね。それができて初めて大きなオーラが出るので、はいはい、へー。だから例えばね、姫川さんも見てると思うんですけど、どれだけこう前向きでも家が汚かったらオーラがやっぱりくすんでしまうのと一緒なんですよ、はい、あ、そういうことですね。確かにその辺ってなんでこんなに私引き寄せの法則を何十冊も読んで実践してるのに
なんで引き寄せられないのっていう方はそこのベースがもしかしてできてないそうなんですね、ですそうなんですよ。だから引き寄せるもちろんそこの部分もあるんですけども、うん、それを引き寄せるための環境づくりがなってない方がやっぱ多いんです、うんうん、なるほどですね。じゃあその環境というのが、体、心、それから環境、お家のお掃除とか、はい、まあ断捨離とか、はい、というところに非常にじゃあ強くリンクしてイコールになっている、うん、だからやっぱり家に帰りたくないっていう人より、はい、家に早く帰りたいと思える人の方が環境は整ってますし、うんうん、へえ、あ、そういうことですね、わかりました。あとなんかその心の方はなんかちょっと整えるのが難しいってと思っている方もいらっしゃると思うんですけど、何かその心の整え方でアドバイスとかありますか？心を整えるのにすごく大事なことって、うん、もう本当に初歩的なことなんですけども、はい、もちろんいろんな方法がある中の一つにはなるんですけど、はい、呼吸なんですよね。ね、そうですね、はい、呼吸大切なんですよ、ね、はい、やっぱり呼吸忘れてる人って実は多くて、はいはい、意識してないとやってなかったとか、うん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 、あと心が不安定になると呼吸って浅くなるので、はい、やっぱりどしっと構えていくと深くなるので、呼吸によってこう自分自身を整えていく方法ってあるんですよね、うんうんうん、やっぱりこう呼吸法で、深い呼吸を繰り返してとか、まあ、結構長時間やったりとか、そうです、だから呼吸を意識するところから整えるスタートなの、うん、心を整える一つの方法としては呼吸を、そうです、はい、整えていくっていうことですね、うん、呼吸が深い人と浅い人ではこの起きてくる未来が全然違うっていうちょっと本も読んだことあるんですけど、それに関してはどう思われますか？思考が違うと思うんですね。あ、浅い人と深い人では、はいはい、やっぱりネガティブな人って浅い、はいはい、ポジティブな人は深いじゃないですけど、うん、やっぱり呼吸に現れてくる一つだとは思うので、うん、やっぱりその深い浅いによってもちろん先ほど言われた未来は変わるとなると思う。思考が違うので、思考が変わる、じゃあ呼吸の深さが、思考を変えて、思考が未来を変えていくっていう、はい、段階を踏むっていうことですね、うん、もちろんです。まあ呼吸だけやっていれば変わるわけではないです、はいはい、ないですけれども、うん、まずは入り口としては呼吸は大切ですね、はい、うん、結構そこを忘れてしまう、そうです、ね、心が焦ったりとか、うん、あ、もやもやイライラ、あ、なんかネガティブに傾けば傾くほど呼吸は浅くなると、そうです、あ、いうことなんですね、はい、まあ、呼吸はその体の方にもいい影響を多分及ぼす、ね、いい影響を与えますよね、血流も良くしますし、もちろん全体的に悪いことはないと思うので、うんうんうん、それはできる範囲で、はい、やってもらいたいなと思います。なんかすごく念力の話から呼吸に行きましたけれども、はい、はい、まあ、そういう感じで念力のこう、やるんだやるんだだけではないそのベースの部分を整える、はい、でそれには体、心、環境、環境の方は、まあ、お掃除は私の動画を見ていただいて、うん、ぜひお掃除断捨離進めていただきたいと思いますね、はい、はい、で、心の方はまず取っかかりは呼吸を、はい、そうです、整えていくっていうのが大事、はい、そこがやっぱりベースになりますね、ベースになるということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは、ですね、2024年5月6日神楽坂にあります元気屋行ってるで、大先生の霊視鑑定がございます。それと、5月の18日ですね、はい、はい、詳細お申し込みは概要説明欄にありますリンクの方で、ご覧ください。そしてお申し込みもお待ちしております。はい、何かありますか？いや、もう大丈夫です。だから個々の部分をどうやったら自分を高められるかも、ぜひ、はい、ね、来ていただければ。そうですよね、はい、はい、きちんとその方に対応できるお話ができますので、うんうん、はい、その方その方はやっぱり課題がそれぞれありますもんね。はい、はい、じゃあそれは霊視鑑定の方で大先生から聞いてください。はい、はい、今日はありがとうございました。本日はありがとうございました。失礼します。失礼いたします。埃を払い汚れを流そう、玄関の叩き輝くように、清らかな水で祝福を捧げ、幸せの角を開こう。ふきふき心も清めて、風
族が笑顔になる場所と玄関のしぶきが幸せを運ぶ水吹きの魔法広めよう。水吹き慶雲を招く喧嘩から幸せが溢れる心も清らかに家も輝く水吹きの奇跡信じよう。